今回はですね、LINE スタンプの紹介をさせていただきます。YouTube の方でよくね、動画を作られている愛知県の育子さんのお子さんで、こうちゃんっていらっしゃるじゃないですか。で、こうちゃんをモデルにした、こうちゃんがこれ作ったのかな、イラスト。うん。こちらのスタンプがありますんで、これ120円でね、とても素朴な銘柄になっており、銘柄というかね、画像になってますね。これ購入するを押すと、買えますんで、購入していこうかと思います。購入したのかな ?LINE クレジットっていうのがあるんで、これで払えばいいか。購入ということで、購入しました。はい、ありがとうございます。購入できました、いっこさん。で、ついでなんですけども、アニマルマージャンで検索すると、オープンリーチのスタンプがあるんですよ。これ、なんでこれを紹介するかというと、そうなんですよ。私がね、マージャン店やってる時に、もう作ってたんですよ、こういうの。結構ね、売れたみたいですけどもね。この動物のイラストは、私のイラストですね。劇団熊の森というストーリーの中に出てくる、これがウサギさん、クマさん。これもクマさんですね。で、これは猫さんですね、カンって言ってるのは。で、これスズメだったり、まあ、いろんな動物が出ているってことですよね。で、これを原稿を起こしてくれたのは、デジタル化してくれたのは、当時私とお付き合いしていた今の私の奥さんなんですね。ですから、お店のためにね、こうやって LINE ってものも販売して売り上げを作ろうと思っていたというふうなことですね。ありがとうございます。今回は以上でございます。LINE スタンプの紹介なんてね、することは思わなかったんですけども、よろしかったら皆さんもチェックしてみてください。それでは失礼します。